はいどうも、えー、地球上のすべての生きとし生きるものの嫌われ者を キモイマン37と申します、えー、今回もね、あのー、よろしくお願いいたします、えー、今回はですね、あのー、ちょっとね、私事なんですが、あのー、今日ちょっとお仕事がね、お休みで、あのちょっと時間ができたんでね、あのー、今回またこちら、あのビデオソフトレビューですね、キモイマン37のビデオソフトレビューの第2弾をね、あのー、撮りたい、撮らせていただきたいなと思いまして、今回、こうやって撮らせていただくことにしました。で、えっとですね、あのー、まあ、 前,前回の、ね、やつにまあ味を占めたっていうわけではないのですが、あのー、少しでもね、あのー、多く、あのー、自分がすごい好きな作品をね、あのー、皆様にお伝え、あのー、することができればいいなっていうのがありまして。 であの今回ねちょっとハイ,ハイペースだったんですが2本目をねあのこうして撮らせていただくことに、えー、といたしましたであの前回同様ねあのまたあのスマホのねあの手取りなのであの多少ねちょっと見づらい部分もあるかと思うのですがあの可能な限りねあのぶれないようにこう頑張って取っていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします でえー、今回ですね、あのー、皆様に、えー、とご紹介させていた,だきましいただきたいタイトルは、えー、も,うもうずっと、ね、画面に映ってるんですが、えー、こちら、えー、まず1本目が、えー、こちらの宇佐美春さんですね、あのー、羽先って書いてなんか宇佐って読むらしいんですが、えー、こちらの宇佐美春さんの作品と、えー、こちら V4 ベンデッドですね、こちらの2本を今回もご紹介させていただきたいなと思います。 ではね、えー、早速あの、レビューの方ね、あ、ごめんなさい、早速、ぶれちゃった、えー。早速ね、レビューの方させていただきたいなと思います。えっとですね、今回ですね、あのー、撮らせていただく、うん、あたり、えっとですね、いわゆるあの特典 DVD ってやつですね、あのー、初回限定っていうかね、自分の場合は DMM さんでね、あのー、通販で購入したんですが、あのー なんですかね限定特典っていうので DVD がねあの1枚ついてくるっていうことで今回あのこちらのちょっと別に花咲みやるさんのね、あのー、特典 DVD これがあのついてきましたはいこちらですねで、えー、もう一んね、あのー、前回あのビデオソフトレビューの時にね、あのー、ご紹介させていただきました、あのー、高橋翔子さんのねあの作品 あの、先にでもね、一応、あのー、ブルーレイ版限定特典っていうことでね、やっぱ、あのー、DVD がついてきました。前回ね、あの、ちょっとそれご紹介させていただくのがされたので、今ね、ちょっとご紹介させていただきたいなと思います。えっ、ー、と、こちらですね。こちら。高橋翔子さんの、えー、特典ディスクですね。これが、えっ、ー、と、ついてきました。これもね、あの、同様に、あの、DMM の方でね、あの、通販で、あの、購入してついてきましたものです。えっ、ー、とね、今回、 今回ねあ,の、まあ、あくまで宇佐美晴さんのねあの作品なので、えーとまあ、高橋祥子さんの作品は、まあ、前回でねあのちょっとあのご紹介させていただきましたので割愛させていただくことにとということにさせていただきまして、今回のね宇佐美晴さんの作品なんですが、えーとですね、自分ね、あの本当に、ね、この作品、まあ、前,前回の、ね、高橋祥子さんのもそうなんですけど、あの本当知らなくて、あのこちらの方ね、であのちょっとねネットであの調べてみたんですねでそしたらあのなんかね。 渋谷系アイドルユニットギャルドールっていうねなんかあの3人組4人組のアイドルグループがなんか昔あったみたいでそのアイドルグループのリーダーを、あのー、こちらね宇佐美原さんが勤められていたというふうにね一応ネットではあの書いてありましたでその時の名前がなんかね西永良花さんっていう <laughs> 名前で出してだ,あのだったみたいなんですが今回ねあのー、まあ ちょっとなんか失踪とかね、ちょっとあの、物騒な言葉が、物騒なね、あの単語が出てたんですが、え沈黙を破って、宇佐美春さんっていうね、名義でもって、無敵、ね、またあの芸能人専門メーカーね、無敵からまたあの、デビューという形にえなったみたいです。あの、宇佐美春さんね、あの、もう、お知りになれてる方はお知りになれてるかと思うのですが、えー来月ですか。 第2つからはあの今度は S1 という、ねあのー、まあ業界でも、ね、かなりあの人気かつ有名なメーカーさんなんですがそちらの S1 さんの方に移、ね、籍で専属という形でもって、ね、これから本格的に AV、あのーまあ、<laughs> 女優さんということで、ね、あの活動していくということになっているみたいです。まあ、自分は結構、ね、このうさ,みはるさん ね、あの本当にこれこのビデオをねあの作品を購入するまで本当にちょっと申し訳ないんですがあの知らなかったんですが、あのー、これからはねちょっと個人的にこちらの宇佐美晴さんもちょっと応援させていただきたいなと思っておりますであの例によってねあのこれ視聴す,する時もやっぱあの今回あのまた彼女とねあの一緒にちょっと視聴させていただいたんですが彼女がねまたすごくねあのこちらの宇佐美晴さんのことすんごいなんか。 可愛いいっつってねあの気に入っちゃったみたいであの自分よくねあのすごい気に入っちゃったみたいであの宇佐美晴さんの大ファンになったみたいな感じですごい可愛い可愛いっつってね終始もう可愛い可愛い,いしか言ってないぐらいにあの本当に好きになっちゃったみたいであのー、なんかねあ実際どうするか分かりませんけどなんか写真集ね宇佐美晴さんあの写真集一冊ね、あのー、出版 っていうか発表されてるんですがその写真集を買,って買おうかなとか言ってるくらいなんであの相当彼女の方がねあのこちらの宇佐美原さんのこと気に入っちゃったみたいで,でもちろんね自分の宇佐美るさんすごいね可愛い,いなと思いますし、あのー、すごい女性らしくて、ねあのー、体体って言い方ちょっと原因ですねあのすごくスタイルもいいし、あのー、本当にねお顔もすごいまた、ね、あのちっちゃくてで可愛くて綺麗でで、ね、肌も真っ白くてね あの本当に素敵な女優さんにこれからねあのなられていくんだなっていうねその,あの可能性のね何て言うんですか可能性を開幕見たような感じであの本当にね最近デビューされてるあの AV 女優さんの中ではね一押しの,あの女優さんになられるかなと思いますのであのまあ あくまでね、一ファンな、一ファンでしかないですけど、これからもね、あの、魅力ながら、あのー、応援させていただきたいなと思っております。えー、彼女とね、彼女とも応援させて <laughs> いただきたいなと思っております。えー、というわけで、えー、今回ですね、あの、こちら、宇佐美春さんの、えー、無敵デビュー作品、えー、ディスカバリーというタイトルですね。 えー、こちらの方を、えー、レビューさせていただきました。えー、内容はね、あのー、ちょっと内,内容はね、あんまりちょっと具体的なことをお話しねするのはここでは避けたいなと思うのですが、あのー、まあ、デビュー作品らしいね、あのー、内容になっております。はい。 あの非常にね、無難っていう方もあれなんですが、あの非常に見やすい内容にはなってると思うのでね、で自分、今回ね、あの購入させていただいたのは DVD 版なんですが、あのブルーレイ版もね、あのリリースされてるということなのでね、あのもし画質にこだわる方であれば、あのそちらのブルーレイ版の方をね、あのご購入いただいた、いただくのもいいかもわか,からないんですけど、あの、<laughs> 特典付きのやつっていうのはね、もうなんかもう売り切れ、売り切れて、もうちょっと購入ね、難しいみたいな状況になってるらしいので、えー、もしあれでしたらね、あのお早めに、あのちょっとオークションなりなんないでねあの、検索いただければ嬉しいかなと思います。というわけでして、えー、まず1本目は、こちらの宇佐美春さんのド、えーム的デビュー作品、ディスカバリーでした。<laughs> えー、とてもねすて、あのー、な女優戦だと思うので、えー、もしよろしければね <laughs> なでもしよろしければって進める動画だかと思うんですけど、あのー、すごいねご興味をあの持たれあましたらあのチェックの方よろしくお願いいたしますでは、えー、2本目いきます、えー、こちらのね、えー、劇場用作品 V4 ベンデッタ本当に、ね、あのー、前回ね、あのー、ちょっとご紹介させていただきましたあのー <laughs> ハリウッド的殺人事件もそうなんですがあのこちらね V4 ベネット本当に好きな作品でも大好きなんですねこの作品この仮面が欲しいくらい <laughs> 仮面欲しいくらい、ね、本当に大好きで、あのー、こんな完成度の高いアクション映画もあんまり見たことないっていうくらい自分はすごい好きでしたで V4 ベンデットなんですけどねあのこちらもちょっと、ね、ネットで、ね、あの調べさせていただいたんですが、えー、とそれまず、あのー、原作が、ね、あのいわゆる コミック作品ですねコミック作品,作品になってましていわゆるグラフィックノベルってやつですね向,向こうではコミック作品,の作品のことはグラフィックノベルっていうあの言い方をするらしいのですがあのそれが、えー、こちらのフォーベンデッタでは原作になっておりますで、えー、こちらのねあの劇場用作品劇場版のやつは、えー、2006年にねあの劇場公開されているみたいですアメリカで から1月後に日本で、ねあのー、公開されたということになっているみたいですね。はいでえー、こちらの作品、えー、とこの劇場版の、ね、v 4ー e ンデッ t では、えー、アメリカ、イギリス、ドイツの、えー、と3カ国による、えー、と合作映画、合作作品ということになっておりますね。はい あの本当にね、設定とかも確かに、確かにって感じですね。あの監督なんかも、オシャルスキー兄弟って言ってね、あのアメリカの方、あの有名なね、あの、映画監督なんですが、まあ、あの、参加国による合作映画っていうことで、随所にね、そのあのテイストが見られるっていうね、とても、あの、非常に面白い作品になっ,てるなっているかなと思います。で、えっ、ー、とですね。 お話の内容なんですけどね、あのちょっとね、口で説明するのがちょっとね、難しいというか、自分の場合、あの本当にボキャブラリーが少ないのでね、あのな,なかなか <laughs> うまくお話できないんですが、あの近未来ねあの、近未来のイギリスがあのちょっと舞台になっておりまして、 あのーまあ、ちょっと、ね、雰囲気的にはナチス・ドイツっぽいあの戦,戦時中の、ね、ナチス・ドイツっぽい感じであの政府によってあの徹底的にすべてがあの徹底管理統制されたあのイギリスという近未来のイギリスが舞台になっています。こちらの、えー、仮面をつけた この V っていうね超人というかスーパーマンみたいなのがいるんですけどこの V が政府に対してこのレジスタンス反抗ですね反抗活動をするっていうような作品でこちらのー、ねあのナタリー・ポートマンが演じる何、えーえー、ですかねマスコミっていうかあのー ね、あのマスコミのっていうか、リポライターというか、ね、ちょっとよくわかんないですけどいや、何回も見てるのによく分かんないのって感じでご、ね、ごめんなさいね、ちゃんと見てるって思,う思われる方いらっしゃるかも分からないですがあの、ちゃんと見てます、ごめんなさい、事件記者っていうかねあの、日本的に言うとそういう感じになっちゃうんですが、その演じるエンナタリー・ポートマ、ね、ン、ま、演じる、その事件記者のね、実はあの、その V の、とあるきっかけでもって、V とすあの出会うわけですね。 でまあ、いろいろ V と共に過ごすうちに、えー、徹底政府によって徹底管理統制されたその今の現状というものに、ね、疑問を抱くようになるという、ね、で最終的には V と共に戦うというような感じになるんですかね一応自分が見た感自分の主観では <laughs> あのそう思うんですがあの一応そういうような内容になっております。 あの本当に、ね、小道具とかねあの世界観なんか徹底的に凝って凝って凝りまくったものになるのであのそういった SF 的な、ね、感じのものが好きな方にはあの本当にお勧めできる作品になります。えー、初めて知ったよとかねあの見たことないよっていう方はねあのぜひ一度あのご鑑賞ください。本当に面白い作品なんでねただ時間がちょっと約140分ってちょっと本当に長め <laughs> 尺がちょっと長い作品になるのであの本当にまとまったね実感 時間が取れた時に、あのー、ご鑑賞いただければ嬉しいかなと思います。こちらの作品もね、あのー、非常に何て言うんですかね、あのー、誠実っていうか、あのー、とてもね、あのー、真面目な作品なので、あのー、ご家族でご友人とあとはカップルでね全然、あのー、楽しむことができる作品かと思うのでぜひねご鑑賞いただきたいなと思います。 えまずね、V を演じている、えー、役者さんですね、えーと、ヒューゴ・ウィーヴィービングさんという方なんですが、こちらの方はね、あのー、マトリックス3部作、ありますよね、マトリックス、ありますよねっていうか、あるんですけど、マトリックス3部作のね、あのエージェント・スミスっていうね、あのー、ねかっこいい、ね、あのグラサンかけたね、あのー、マックレスつきけたね、あのー、エージェント・スミスの役をやって,たやってらして、あと、あのー、ロード・オブ・ザ・リングですね。 のあのエルロンドっていう役をあのやられてるみたいですごめんなさいロード・オブ・ザ・リングねちょっと見たことないんで <laughs> ごめんなさいねあのエルロンドっていうのはどういうキャラクターかちょっとよくわからないんですがあのそのエルロンドっていう役をあのやってらしてるあとあのベイブっていうねあのかわいい可愛いい豚のね <laughs> が主役になる映画なんですがこの映画ではレックスっていうねあのやつの,あの声 役ではなく声役役じゃおかしいんですけど、声を、ね、あの担当されてるということになります、はいでえー。もう一人の主人公ともいえるこのナタリー・ポートマン演じるイビー・ハモン,ハモンドっていう、ね、あのキャラクターなんですがナタリー・ポートマンさんといえばね、あのー「スター・ウォーズ・エピソード1」「ファントム・メラスのアミダラ」とかね、あとは「ブラックス・ワン」っていうね、あのー、すごいサイコサスペンスっぽい感じの、ね、自分も結構、あのー、すごい好きな作品なんですよね。 好きな作品というのは2回くらいしか見てないんですがこの作品の主人公のニナというキャラクターを演じられているとあとマイティー・ソーっていわゆるアメリカのコミックスを原作にしたマイティー・ソーのジェーンという女性のキャラクターの役を演じられていると他にもナタリー・ポートマンさんで本当に有名な作品で数多くご出演されているということでとても人気のある女優さんですね。 でまあ、とにかくやっぱりね主役っていうか、ね、屋台骨を支えてる、ね、の役者キャラクターをその実力派っていうかね人気のある役者さんが演じられてるということでねとてもね、あのー、見応えのある、あのー、作品になっております V4 ベンデッタ、あのー、本当にねしつこいようなんですが本当に素晴らしい作品なので、えー、もしよろしければね本当にご鑑賞ください本当におすすめです面白い作品なんで是非是非ご鑑賞ください えっとですね、えー、もう中央、えー、長々とね、えー、とここまでえー、と今回ご紹介、えー、お送りさせていただきました「えー、不詳小声肝い三37」でしたえー、今回ですね BGM でねあの使用させていただいてますのは、えー、自分がね個人的にすごい好きでよく聴いてるね「あイヤー」 えーとア,ルアルファベットで IA って書いて「イ a っていうね、あのー、いわゆるこう何すか初音ミックっぽい感じのね <laughs> あのキャラクターのあれなんですけど曲を、えー、と今のところずっと書けてる感じですね BGM であの。本当に、ね、こちらイ 初音ミクさん初音ミクさんっていうか初音ミク好きの方でもね十二分にあのよく聴けるあの素晴らしい曲がいっぱい多いのでねあのもしよろしければねこちらの「イヤー」の曲も是非ねチェックいただければ嬉しいかなと思います。 あの本当に素晴らしいっていうかね、いい曲が多いので <laughs>、ごめんなさいね、あの同じこと何度も繰り返すようで申し訳ないんですが、もしよろしければ、イヤーの方もね、あのチェックいただけば嬉しいなと思います。というわけでして、えー、今回の、えー、キマイマン37ビデオソフトレビュー、えー、第2弾を、えー、お送りさせていただきました。えー、またね、あのー、本当にいつになるかちょっともうわからないんですが、またあの近いうちに第3弾をね、 あのー、また撮りたいなと思いますので、えー、その時はまたチェックの方よろしくお願いいたしますでは、えー、キモイマン37でした、えー、ここまでお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは失礼させていただきますありがとうございました